カルト・オブ・ザ・デッド・カウ、カルト・オブ・ザ・デッド・カウ、カルト・オブ・ザ・デッド・カウ、以下 CDC とするは、アメリカ合衆国ニューヨークに拠点を置くテキストファイルグループ、ハッカー集団である。1984年6月にパック農場の土地区上にて、フランケンジャイブ、シドビシャスら3人のシステムオペレーターによって設立された。CDC はコンピューターアンダーグラウンド界の中でも最も長期間活動し、また最も権威のあるテキストファイルグループの一つである。1984年にテキサスのラボックで設立されてから現在も活動を継続しており、検閲反対のスタンスを取る。CDC はハッキングツールとしても流用ができるセキュリティツールの開発者でもあり、ツールはすべてフリーウェア、すなわち無料でダウンロードできる、またインサイドジョークや都市伝説を織り交ぜた怪珍文書の制作者でもある。CDC を構成するメンバーは現在約20人で、その内訳には元コンピュータセキュリティの研究主任補佐、ハーバード大学の研究者、地方検事補、論理学の教授、映画制作者、テレビゲーム開発者、各方面のプログラマー、版画家、ミュージシャン、通貨トレーダー、及び国連の現職員なども含まれている。彼らは伝説のエリートとして、他のハッカーたちから恐れられており、5年に1人といったペースでしか新メンバーの加入を認めていない。現在、CDC は12の組織を束ねており、名実ともに世界一のハッキンググループと言っても過言ではない。ちなみに、彼らは自らを古代エジプトのソピア、牛の女神信仰まで遡るグノーシス教の末裔だと語る。ただこれは、CDC を神格化する上でのジョークであり、決して彼らが血統正しいものであることを示すものではない。また、CDC が結成された土地区上は若者のたまり場となっていたが、1996年に消失してしまった。その後、焼け残った建物はハロウィンのお化け屋敷としてしばらく使われていたが、2006年に西テキサスキャニオン野外音楽堂として再建された。1990年12月、メンバーのドランクファックスは、ホホコン、クリスマスの前後に開催されるので、クリスマスコンとも呼ばれるを通して、ハッカーカンファレンスに新たなを送り込んだ。テキサス州ヒューストンで、毎年開催されるこの会議は、初めて報道関係者や警察の参加を認めた画期的なものだった。彼は、合計5回のホホコンを取り仕切った。1991年、CDC は雑誌、聖域なという意味によって、最も生意気なアンダーグラウンドコンピュータグループという称号を与えられた。また、1991年には、私書箱を通してカセットテープの音楽を配信することも始めた。多くのアルバムは現在オンラインで入手できる。1994年10月、CDC はネットニュースを設立し、これによって世界で初めて独自のネットニュースを持つハッキンググループとなった。この年の12月、CDC は吹き矢を使用してレーガン元大統領をアルツハイマー病に陥れたとの犯行声明を発表した。1995年、CDC はサイエントロジーに宣戦を布告した。その布告文とは、というものだった。1997年、まだネット上のオーディオファイル配信が一般的ではなかった頃、CDC は独自の MP3 形式音楽の配信を同グループのウェブサイト上で開始した。2000年2月、CDC は11分のドキュメンタリー映画、ディスインフォメーションのテーマになった。また同月、メンバーのがビル・クリントン大統領、当時に対し、インターネット上のセキュリティについての要点をアドバイスしている。CDC コミュニケーションズは CDC の上部組織である。CDC は CDC コミュニケーションズの下に位置する3組織のうちの一つに過ぎない。他の2つとは忍者ストライクフォーストである。1996年、CDC は忍者のグループを結成したと発表した。この新グループ、忍者ストライクフォース以下 NSF は、オンラインオフライン両面における CDC の目標を達成するため設立された。さらに、CDC は2004年に NSF 道場を開設した。また、NSF メンバーは、ラジオ局の運営も行っており、ハッカーコンでのプレゼンの録音や音楽番組など、幅広いジャンルの番組を放送している。NSF メンバー権は、CDC 支援者の中でも大規模な援助をする個人に授与される。メンバーは彼ら自身の能力、才能、技能によって評価される。ただし、もともと CDC は既成のヒエラルキー制度を嫌っており、NSF の創設自体が手の込んだジョークであるとも解釈できる。2006年には彼らのサイトが立ち上げられた。1999年末、CDC は CDC コミュニケーションズ傘下の独立したグループであるハクティビズムを発足させた。このグループはインターネット上における人権を促進するため、反検閲技術の確立を目的として設立された。ハクティビズモの信条は、ハクティビズモ宣言に記されており、同宣言では、世界人権宣言と自由権規約をインターネット上においても適用するようめている。ハクティビズモの宣言は情報へのアクセス権を基本的人権として含んでいる。この組織は秘密の価値における C の信条をある程度共有しているものの、C とハクティビストたちの犯行には異議を唱えている。その代わりに CDC のモデルは破壊的従順性である。つまり、破壊的は破壊的技術、すなわち急速な影響力を持つ技術を意味し、従順性はインターネットの建設的、開放的で自由な情報の流れを表している。また、ハクティビズモは独自のソフトウェアライセンスであるを書いている。彼らの活動は、抑圧者に違法行為の権限を与えるというよりは、個人、または公共の抑圧者への攻撃を可能にする、ソフトウェアの開発に焦点が置かれている。CDC は、オープンコードがハクティビズムのリングはフランカとなり、戦争ではなく、平和をもたらすことを願っている。この宣言が策定されていない間は、CDC のウェイジング・オブ・ピース・オン・ザ・インターネットが、技術解放運動家間の反対者同士を取り持っていた。CDC コミュニケーションズは上記3つのグループの他にいくつかの組織と提携を結んでいる。それには LA PHT も含まれ、創始メンバーのホワイトナイト、カウントゼロ、最終メンバーのディルドック、マッチは全員 CDC のメンバーでもある。さらにナイトストーカーはアプル、TAP のメンバーであった上に、の創始メンバーかつ元メンバーであり、現メンバーの一人である、ロードデジタルも CDC メンバーである。レッドナイトは元メンバー、レイド・フレミングはの元メンバーでもある。また、ラッドマンは NSF 現メンバーだが、彼は創設者でもあり、マーク・ヒンジはイギリスのハッカー組織、シンジケート・オブ・ロンドンの創設メンバーでもある。フラッグも NSF メンバーだが、の副創設者でもある。和の公式大使を務めており、マッチは後に内部告発を監視するためのプログラムのマネジメントに訪れている。1980年代、CDC は BBS において有名なオンラインマガジンの著作者として知られていた。CDC は電子出版を発明したのは自分たちだと主張しているが、実際のところこれを証明することも反証することも困難である。彼らのオンラインマガジンは、たびたび彼ら自身に対する非難の火種ともなった。保守的論調で有名な FOX ニュースのジェラルド・リベラは、コンピュータ犯罪と題された番組の中で彼らを、神異常者の塊と表現し、悪魔とのセックスという記事を書いた彼らを非難した。1998年、メンバーのオメガが、ハクティビズムという信号を作り出した。CDC はこの時から、ハクティビズム運動の活動を開始した。1990年代末、CDC は中国の反体制グループ、香港ブロンドと共同で活動すると発表した。香港ブロンドの目標は、中国国民が検閲のない情報にアクセスできるよう国内のコンピュータネットワークを破壊することだった。香港ブロンドはほぼ間違いなく、世界最初のハクティビスト団体の一つで、CDC は同団体に暗号解読技術などをアドバイスした。CDC は1998年12月、正式に香港ブロンドと提携した。1999年1月7日、CDC はイラクと中国のネット検閲に反対する国際的なハッカー連合体に加入した。パトリック・ボールが2002年に旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で裁判中の頃、スロボダン・ミロシェビッチがボール氏に CDC との関係について尋ねた。ボール氏は2001年のデフコン9にて CDC がスポンサーをしていたハクティビズム審査員の一人だったことを明かした。2006年初めに CDC は Google が中国当局の検閲命令に従うと決定したことに抗議して、グーラグ、ソ連の強制労働収容所、強制収容所、グラグの文字入り、キャンペーンを立ち上げた。同キャンペーンは、Google のロゴのパロディを用い、グーラグ、検閲の輸出、1回の検索で1個の検索結果を標語とした。CDC は T シャツなどの関連グッズを作り、そのすべての利益を中国の人権問題援助のために寄付した。は2006年2月14日にインドのダラムサラで反 Google 集会を開き、多様な Google ロゴのパロディを使って抗議したが、その際に CDC のグーラグロゴも使われた。その後、CDC はプレスリリースを発行し、その中でマイクロソフト、ヤフー、グーグル、シスコシステムズを4大ギャングと表現し、各社の中国政府のインターネットにおける指針に対する追従非難した。また、アメリカ合衆国議会もこのプレスリリース中に登場し、こき下ろされている。このプレスリリースは、議会は、センズリ、4大ギャングはカッパを探す、コングレスジャックスオフ。ギャング・オブ・フォー・リーチ・フォー・レイン・コッツという、かなり趣味の悪いユーモアの効いた名前が付けられていたが、しばたたく間に多くのメディアに取り上げられ、短縮版、タイトルは CDC が中国のネット検閲に反対するキャンペーンを開始に改編画によって配布された。その他、CDC 以外のハクティビズムは項目参照。CDC は、ハッカーとシステム管理者双方向けのソフトウェアをリリースしている。その多くがコンピュータセキュリティに関連するもので、ハッカーツールとも呼べるものである。JavaManによって書かれたオートメイティッドプレイヤープロジェクトは、サンマイクロシステムズのウルトラ語を接続したターミナルで連続して起動しているプログラムを表示するもだった。変調レートの限界は9600棒。プログラム自体がロザリオの周りを回り、30秒に一度、祈りの言葉を表示する。各、祈りは UDP を通して、インターネット上のランダムなコンピュータランダムなポートに送りつけられる。バックオリフィス、よく、BOと略されるは、リモートシステム管理を目的としたプログラムである。マイクロソフト Windows が稼働しているコンピュータを遠隔地から操作することができる。バックオリフィス。後ろの穴という名前は、マイクロソフトバックオフィスサーバーをもじったもの。CDC は、このプログラムの目的は、マイクロソフトの Windows 98のセキュリティ上の脆弱性を示すためのものだったと主張している。バックオリフィス2000、よくBO2.0と略されるは前述のバックオリフィスに似た機能を持つプログラムである。このプログラムは1999年7月10日に、開催されたデフコン7で初めて登場し、ディルドックによって書かれたものである。BOは動作環境が Windows 95と Windows 98に限られていたが、BO2.0 は Windows NT、Windows XP、Windows 2000の3つに対応しており、中には Linux で BO2.0 を使用しているユーザーもいた。このソフトはフリーウェアで2007年には改良版がリリースされた。カメラ、シャイはハクタビズム初のリリースだった。2002年のホープコン2.0に似てデビューし、ステガノグラフィーツールとして高い評価を受けた。ウブネムはDOS攻撃用のツールで、Windows を使用するコンピュータのネトビスを使用不能な状態に陥れることができる。サーディスティックによって書かれ、2000年7月29日にラスベガスで開かれたデフコン8で発表された。スキャターチャルットは、ピジンを元として暗号化されたインスタントメッセージクライアントだった。ハックタビスモからのリリースとなる。J. サルバトーレ・テスタによって書かれ、2006年7月22日にニューヨークで開かれたホープコン級で発表された。このプログラムはオニオンルーティングのトアと同等の暗号化技術と通信秘匿性を持っている。ザ・シックス・フォーシステムはミクスターによって書かれたネットワークプロキシ。このソフトウェアが米国商務省からハッカー団体として初めて優れた暗号化技術の輸出にあたると認可されたことで、CDC は一躍有名になった。スンブリレイ。スンブリレイには Windows を使用するユーザーに対して中間者攻撃を可能にするプログラムである。サーディスティックによって書かれ、2001年5月21日、アトランタで開かれたランテイコンコンションで発表された。ジロバンクブラウザー、旧称、トーパークは Mozilla Firefox をトーアで暗号化した改変プログラムである。トーパークは USB メモリのようなリムーバブルメディアでの使用を意図して作られたものだったが、実際にはあらゆる種類のハードディスクドライブで使用が可能であった。CDC は2006年9月19日、トプレッツ V1.5、0.7 をリリースした。ちなみに CDC のホームページには Facebook や Twitter などのリンクと並んで、英語版、Wikipedia のリンクが貼ってある。このページは、LA PHT Heavy Industries のドメインを持つも編集している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。